ってるからちょっと寒いのかな、なんだろう、かもしれない。あとブラインド下げたんで日差しが入らないと本当にすぐ冷えるんで寒いよ。昨日の夕日とか綺麗だったよね。うんうん、ね、昨日綺麗だった。かなり夕焼けが、満月もあったからな。ピン、おお、でかいね。絞りますよ、ね、ツイッチャスの皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。できれば、コインください。はい、マイクあげます。リッキー、チカの、レッツ深呼吸。はい。こんばんは。こんばんは。まだね、日が高いけど。うん。お盆終わりましたね。ね、終わった。ね。うん。どうなったの、チカは。お盆はまあ仕事だったんですけど、うん、まあ終わってね、いつものもう毎年の楽しみのエイサーですよね。エイサー見に行って、まあ、追っかけて見に行ったり、そんな感じかな。またそんなこと言ってる、若いね。え、やる、みんなやらない。おじいちゃんおばあちゃんのところ行かんかった。じいじばばのところは、うん、おばあちゃんのこの、まあ、ウートとして、うん、ウートとしては行ったかな、うん、それぐらいかな。もう仕事だったんで、あとはでエイサー追っかけたんだ。エイサー追っかけて、どの辺のエイサー見に行くの。もう読みたんです。うん、地元のね。そう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 。あっちこっちの。あれね、なんていうか、最近 SNS がやっぱりね、うん、みんな利用してるから、はいはい、まあ昔っていうかちょっと前まで、まあ僕らの時代もそうだけど、うん、エイサーが今どこにいるかっていうのは、まあ耳を澄ませて、うんうん、そうそうそう、あの辺で音が鳴ってるなとか、うん、聞こえるなで、うんうんうん、でもこれって音の感覚とか方向感覚ある人じゃないとなかなか探し当てれないし、そうなんだよね、あ、どこみたいな、聞こえるよねみたいな、行ったらもう終わってたり移動してたり、ね、あ、そういうことか、移動してるからね、うんうんうん、でしかも車でだったら結構渋滞してたりとかさ、うんうんうん、なかなか追っかけるのもセンスがいるよね。うん、確かにそれはある。でもこれも楽しいけどね。だからそれをさ、うん、例えばツイッターとか、うんうんうん、フェイスブック、この SNS でね、うん、何時何分からどこそこのね、ファミリーマートの前でやりますとか、うんうん、でそういう案内があったら事前に行けるじゃん、先回りしたりとか、うん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 、でもそんなのなんで普通にやんないのかなと。でもあれじゃない、みんな大体最近はなんかもう動画とかをフェイスブックで投稿するじゃないですか、うん、でその時になんかファミリーマートとかが後ろで映ってたりとかしたら、あ、これどこどこのファミリーマートやった、だからそれがリアルタイムで出してるんだったら分かるよ、うんうんうん、それ録画したのを後でアップしたら分かんないじゃん。あ、そういうことね、うんうんうん、本当にリアリティな時間帯でさ、うん、やってたらね、いいんだけど、うん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 、まあ確かにそうだね、まあまあ、でもね、こういう風に僕がちょっと雑談で話したら、うん、そうだよねって話してる人もいたから、でもやってるところはやってるよっていう話もあったから、まあでもいるでしょうね、うん、確かにね、見てほしいじゃないですか、うん、やっぱこれもしかしたら沖縄だけの、うんうん、このアプリになるんじゃないかなと思うんだよ。あ、これリキさんやっちゃう。だから全県の情報がバーってこれ見たらね、あ、沖縄アプリ、沖縄市のエイサーとか、うん、どこそこでって言ったらもうバババって出るようなね、あ、そこに情報が集約されてる。観光客にもね、いいじゃない、そう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 、だってエイサー見たいはずだからみんな、うん、そうだね、これできそうだよね、うんうん、いいと思う。あら、まあ、来たね、これね、行っちゃったね、これ金のなるあれかも。あ、将来よろしくお願いします、すみません、情報だったかもしれない、まあ、誰か将来よろしくお願いします。でも誰かやってるよ、もう絶対誰か動いてると思う。そうかな、うん、みんなだからそう思ってるし、うんうん、あ、でもあれかな、思ってても季節的なもんだから、うんうん、年中使えるってもんでもないんだよね、この時期だけの独特なもんじゃん。うんうん、でも沖縄のいろんなものをこれにだからあれしたらいいじゃないですか。あ、なるほどね、うん、観光客でも何のイベントがあるかっていうのをまあ調べずにそのアプリを開くだけで分かるみたいな、うんうん、まあそれはできそうな感じだね、うんうんうん、まあ、必要があれば必ずそういうのできてくるからね、うん、できるかな、これはね。まあ僕はね、
ね、リキさんは県外行ってたでしょ、お盆に。人生というか沖縄に帰ってきて初の、うん、運慶ね、にリキさんがいない、ウークイがね、ウークイ、うん、沖縄にいなかったという、ちょうどウークイの日に旅立ったんだよね。そうそうそう、うんうんうん、朝早い便でね、あの福岡行ってきた、25、26、1泊2日でね、うん、行ってきたんだけど、まあ初めてだよ、だからこんなのは。ちょっとドキドキしたけど、うんうん、なんとかね、息子が、高3の息子がやってくれたみたいで、おお素晴らしい、うん、まあ逆にね、うん、親がいなければ子は育ってね、たくましくなるんじゃないかなっていう感じがしたね、うんうん、今回、うん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 、ちゃんとやってくれてたみたいだからさ、よかったと思います、ね、皆さんのところのね、お盆はどうでしたかね、うん、お盆あるあるで、で、なんていうの、家族以上の、うん、料理が集まるじゃない、うんうんうん、だから、まあ、分かる、俺昨日の晩まで、うん、そういうお盆の名残のおかずを温めて食べてたよ、うんうん、分かる、これあるよね弁当に入ってたりとかね、うんうんうん、赤いかまぼことかさ、そうそうそう、あと餅とかもね、もう残るんだよね、絶対あるあるだよね、みんなね、うん、だから惣菜屋さんとかさ、うん、まあレストランとかの外食産業はね、うんうん、やっぱりお盆が終わって1日2日は全然売り上げないわけよ、みんなあるから、そっかそっか、食べ物は、おお、うん、ほんとそうだよ、だから、うんうんうん、普段よりも量少なめに材料仕入れて営業してるみたいよ、うん、そっか、考えるね、うん、そうだね、売れないし、全然、うんうんうん、いっぱいあるから、飲み物も食べ物いっぱいあるから家に、うん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 、お菓子も、うんうんうん、でもあれは言われたよ、県外の人も沖縄に帰ってきて、うん、いつも思うのが、うん、お盆の時期になったら スーパーとかに弁当がない、あもうオードブルとかしかない、あやっぱりそうでしょ、そう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 、オードブル食べれんしとかって言ってあんな量ね、うん、いやうちもだからオードブルね注文し、もう最近もだからそういう家庭も増えてんだよね、うんうんうん、昔は家で全部ね、三枚肉もね、うん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 、全部作ってたんだけど一から、うん、お餅もね作ったりしてたけど、今はもう全部注文するから、そうですね、うん、うん、もうあちらこちらみんな増えてますからね、またオードブル注文できるところも、そう、うん、まあ楽っちゃ楽してるよねみんなね、うん、各家庭ね、うんまあ、そういうなんていうかな、お盆まで、簡素化されてきて、はい、なんかそんな寂しいような便利なような、なんかそんな感じだけど、ね、多分皆さんのところもあるあるっていう感じでね、そういうお盆のね話あったと思うけど、もうでもね、うん、お盆から本当にちょっと涼しくなって、うん、県外はまだまだね、うんうんうん、本当に、猛暑が続いてるんだけど、うん、まあなんとね、またあれだよ、台風発生したね、びっくりだよ本当に。あれっていつ頃来る予定ですか、このまま来たら。今回のね、台風21号の、うん、なんていう名前ですか、まあ、この21号は、うん、沖縄本島に接近中で、うん、でしかも、3日4日に再接近するのかな、9月の、だからオリオンビアフェスタ1日2日じゃん、うんうん、で僕らも行く予定にしてる、うん、でも1日はまだ遠いからいいんだけど、うん、2日あたりは影響しそうなんだよね、うーんビアフェスタね、うんうんうん、だから厳しいな、うん、雨とか降るとね、最接近はね多分僕らのこの放送の来週の放送あたり、うーん9月の4日の火曜日に外はね、うん、嵐になってる可能性がある。マジですか？これはそれでもあり？ありじゃんだって。ありか。そのぐらいでね、放送中止ってないよね。こういう場合は、うん、パーソナリティの方が来られれば番組は。うん、でしょ、うん、はい、うん。来るよ来るよ、絶対来るよ、そういう時。そんな楽しい時ってないもんだって。出ました。じゃあ今日はね、台風、今までの人生の台風話題のあるあるでいろいろ話してみようかな。ゲストさんね、今日来る予定だったんですけど、なんと今日が誕生日で。へえ、あ、そうなんだ。で、誕生パーティーを那覇のね、ホテルの屋上を貸し切って、うんうん、100名ぐらい呼んでるからってことで、へえ、うちの番組を、
30分ぐらいで切り上げて、うん、あのパーティーに向かおうねっていうことだったんだけど、うんうん、でもこの夕方の渋滞で間に合わないかもしれないってことで、うんうん、結局はもうあのねキャンセルになっちゃったんだけど、はいはい、まあこの方あの普段沖縄にいない方だからいろんなね海外情報とか、うんビジネスのね、うんいろんな商売のやり方 B2B、うん、B2C とかいろんなねあの情報を聞けるかなと思ってたんだけど、うんうんうんまあ、またねじゃあまた次回ね楽しみにしたいなと思うんです、はい、ね、ね、いろんな、まあ、話題もありましたけど、うんうん一旦 CM 入ってからね、はい今日のね、レッツ深呼吸をね、楽しんでくださいということで FM ギノワンレッツ深呼吸この放送は阿蘇山の天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーターブライダルリングのムクベルトータルビューティーサロン M グレイス地域に愛され10年水回りのことなら沖宮設備癒しのオルゴール専門店沖縄オルゴールド沖縄一の夜景ビュービアガーデン B サイドの提供でお送りいたします。はい、ツイキャスの皆さんどうもこんばんは。こんばんは。今ね CM 中なんですけど、うんねどちらから聞かれてますでしょうか。うん、そうですね。桜桃子さん亡くなったんですね。ああ、まあね、うん、この話題で持ちきりだね今ね、うんまあ、僕はお会いしたことないんだけど、うんうん、まあ、うん大体みんなそうか、うんうん、びっくりした今。あでもリキさんなんかそれでありそうだからねそういうのね知り合いだよとか普通にありそう。いやでもね53歳で乳がんでしょ。うんもう最近周りでさ、うんうん、やっぱり若い人ががんで亡くなる人多い、うん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 、非常に残念だね。がんか多いよ本当に。うんめちゃくちゃ増えてる。本当ですか。だって今亡くなる人の原因も2人に1人はもうがんだからね。うんまあね2人に1人だよ言われてますよね。うん、うんうん年間でがんで亡くなる人が、うんもう50万人ぐらいいってるのかな、うん、あ、違う違う待ってよ数字違ったな数字違う50万人じゃない年間でがんで亡くなる人が ちょっと数字忘れたけど、うん、とにかくもうすごい数字になってるわけ、うん、特に日本はね、うん、本当に、うん、で、がんと宣告される人の数字もめちゃくちゃ上がってるし、うん、毎年ね、うんうん、もう右肩上がりなんだよ、うん、ところがアメリカは、うん、緩やかな右肩下がりになってるわけ、うんうんうん、この違いは何かっていうと、うん、まあ、そういう専門のね、うん、人が言ってるのは食品添加物とかね、うん、やっぱそうだよね、うん、それが日本はアメリカはノーだけど、うん、日本はクリア OK ですよっていうのがいっぱいありすぎるらしい、うん、これですよね。それがなんか原因じゃないかって言われてる、うん、いろんなものに入ってるわけだから、うん、だからもうこれは蓄積されてるし絶対、うん、だからそうですね避けようがないんだよね、うん、みんな外食はするし、うん、全て自給自足だったらそれは避けられるけどさ、うんうん、自分が育てたね、うん、鶏豚とか食べながら野菜とかね、うん、食べて自分で調理した、まあ、調味料にも入ってるんだけどね、うんうんうん、だから避けようがないからもうそういうのがどんどん増えてくるんだけど、まあね、だってもうありふれてるしもうねそれが日常にもう周りにありふれてるからね今、うん、急にすぐパッとやめれって言われても難しいものもあるし、うん、確かにね、今日はねツイキャスの皆さんどちらから聞いてるんでしょうかね。コインもよろしくお願いします。はいよろしくお願いします、はい、コインのご協力もねお願いします。うんもうちょっとしたらでも夕日出てきますよ ね夕焼けが綺麗に見えるかもしれない今日もね、うん、うん。いやいやいや今日は涼しかった朝からね、うん、もう秋なのかな
俺雲フェチっていうかソロフェチなんだけど、あね、これフェイスブックで知ったんだけど、よく空を見上げて、うん、今日はこんな雲だなとかって見てんだけど、うんうんうん、もう雲の形が秋の雲だもん、うん、あの黙々としたやつ、もうあれはあの入道雲はな夏じゃん、秋のはなんか水彩画みたいにさーさーっとこう、あ、はいはいはい、薄いみたいな感じのこう、うんうんうん、あのススキみたいななんかね、うんうん、なんかわかる、そんな水彩画みたいな、うんうん、しかもあの高いんだよ、雲がめちゃくちゃ高い位置にあって、うん、それはあまり動かない、うん、風に左右されるのはちょっと低い雲あたりだからさ、うん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 、だからそれがもう綺麗にこう透き通ったこう青空にさ、うん、この高い位置にこう水彩画のようなこの雲がね、うん、秋雲だなっていう感じする、うん、あ、人生送りバントさん、2人ともこのあとビアガーデンいそう。あところがね、やっぱ飲みに行くのは飲みに行くんだけど、今日7時から大事な、うん、あの会合があって、まあ、飲み会なんだけど、うんうん、ちょっとすごい飲み会だってこれ。へえ。あ、このツイキャスここだから行っちゃおうかな、うんうん、あの普通のオンエアのあれ載ってないから、うん、実はこのあと9時から、あ、7時から、うん、沖縄県知事選挙の県知事候補と、うんうん、宜野湾市長選挙の市長候補、うん、と、うん、一緒に座談会でへある店を貸し切って、うんうんうん、聞いてないよ、え、聞いてないよ、何が聞いてない、教えてくれたら行ったのに、いやいや来れない来れないもうある人も限定されて、わかりますよそりゃ、うん、でまあ、お店も貸し切るのはやっぱりちょっと聞かれてちゃまずいこともいっぱいあるから、うん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 、汚れてないよ僕もね、いける、だからサミット風な狩牛なんですねって、あ、そう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 なんだよく見てるね普段だったらもっとねラフな格好なんだけど、うんうんうん、今日はちょっとね、うん、あの僕の明日あたりのフェイスブック見たら、うん、ああこんなことか、こういうことかっていうのが分かるかもしれないけど、うんうんうん、市長ん、あ、宜野湾、宜野湾市長候補、候補候補と、あとね、知事選、うんうんうん、はい、マイクあげます、はい、どうも、はい、今日のレッツ深呼吸はね、うん、ゲストさん予定してたんですけど、ゲストなしってことで、番組ね、お送りしますけど、はい、どういう話題でいきましょうか、今日はね、人生送りバントさんもいるから、もうこれアダムタイム楽しみにしてるのでアダムタイム行っちゃう、久しぶりにね、いや、まあね、アダムタイム行ってもいいんだけど、うん、前の、なんだったっけ、最後のアダムタイムの話題、あの夫婦の50代ぐらいの夫婦のなんか話があったじゃないですか。あ、そうなの、え、最後の忘れてるし、これは随時やっていきましょうねって言ってたのに、シリーズで、はい、え、これ先、この先が気になるって話してて覚えてないか、あー、でもね、ああいうのはなんていうの、続けて見てないと、うんうんうん、もうだいぶこう毎日のようにアップしてるから、あ、そういうことだね、そう、もうだいぶ過去の記事になってるんだよね、じゃあもうこれ探してみるしかないね、うんうん、まあ最近のにもしかしたら出てるかもしれないけど、うんうん、ちょっとじゃあアダムタイムいくつか行っちゃう、行ってみるじゃん久しぶりに、それ以外になんか話題なかった、最近の話題、最近の話題、え、お盆の話もしたし、お盆もした、あとなんかね、あ、一応なんかねアジア大会やってるよね、うん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 、で日本でね、なんかゴールドメダルラッシュみたいなんですけど、うんうんうん、おめでとう、おめでとうございます、ね、はい、以上です軽っ、はい、ね、今言う必要あったのかなこれいや一応ね、知事ネタで、ね、うんうん、はい、いろいろね、水泳もね、うん、すごい頑張ってるみたいですし、そうですね、一応ちょこっとね、うんうん、情報は聞いてるんだけど、まあみんなの方がよく詳しいと思うんで、はい、次いきますアダムタイムいきます、はい、ね、天国モードが行くの基準って、ん、天国モードが行くの基準、行くの基準、うんうんうん、男性に限らず、うん、女性もまた行くことにこだわりを持ってます、うん、男性は射精と同時にオーガズムを感じ
行くことができます、うん、しかし女性は男性と違ってセックスで必ず行けるとは限りません、うん、その分女性は行くことにこだわりがあるのかもしれません、 ところであなたの行く感覚のレベルはどの程度のものでしょうか。感覚、多分行けたとしてもマスターベーションに毛が生えた程度のものではないでしょうか。それでもジャンクセックスでは行ける確率は少ないでしょうから、うん、行けただけでもマシという捉え方もあるかもしれません、うんうん、しかしそんな現状ですからセックスよりもマスターベーションの方が気持ちいいという意見が女性の口から飛び出したりするのです、うん、セックスの本質はエネルギーの交流です、うん、お互いの性エネルギーを循環させ増幅させることで快感は増大します。一人でするマスターベーションとは全くレベルも次元も違います、うん、生み出すエネルギーは焚き火と何て呼ぶんだろうあの地味たら分かるんだけどね、うん、焚き火と、うん、あの、鉄を溶かすこの香炉などのね、うんうんうん、差がありますと。それだけね、うんうんうん、温度差が違うという。スローセックスの本質を理解し正しく実践すればマスターベーションの何十倍の快感を得られるようになります、うん、そして開花した性感脳に極上の愛撫が行われると絶頂期の快感が大きくなるのではなくなるだけではなくオーガズムの時間が長く続くようになります。うーん、一瞬の快感ではなく長い時間にわたって感応し続けることができるようになるんです。私はこの現象を天国モードと呼んでいます。ほう、あなたが今までに経験したどんな行く行くよりもなんか今おかしくなかったはるかに高水準の快感が続くのです、うん、経験のないあなたにとって信じられないことかもしれませんが、うん、これが事実です、うん、男性の一瞬で終わってしまうオーガズムを考えると天国モードは女性だけに与えられた特権なのです。ですから一度でも天国モードを味わうとセックスがなくても平気とか、うん、マスターベーションの方が気持ちいいなんてことは絶対に言えません。もしあなたの心の片隅で女に生まれてきて損をしたという気持ちがあるのなら、うん、今までのセックスを見直してみてください。せっかく女として生まれてきて天国モードを知らずにいるとこと何よりの損失です、うん、アダム徳永、はい、いいところで高松マリーさん来ましたね今晩は今日もこれかと思ってらっしゃる。今までのねあのミュージシャンシリーズに来てなかったね、うん、今日に限ってねすごかったんだよ、はい、すいません今日ゲストなしでアダムタイムやってますね。ほらほら高松マリーさんね、あの番匠愛さんから始まって、うん、生間明さん、うん、で木山商店、うん、で先週が与那覇通、うん、もう大物ミュージシャン続きだったのに高松真理さんいなかったもんね。残念だね。うん、まあ、生間明さんの時は来てなかったっけ。来てなかったか、うん、あの YouTube でねあの、はい、聞いてみてくださいね、はい、じゃあせっかくだからもう一発いこうかな、はい、じゃあお題から、うん、セックスの主役は女性です。うわ、うん、ストレートだね、うん男性と女性の違いを表すのに、うん、火と水に例えることができます。火と水、火と水、うん、男性を火の精、女性を水の精、うん、ということができます、うん、男性は性的に興奮すると火のごとくにすぐ燃え上がります、うん、また射精するとすぐに鎮火し興奮は収まります、うん、翻って女性は性的に興奮するには時間がかかります、うん、また一度興奮するとなかなか収まりません。夜間に入った水をイメージするとよくわかります。ガスバーナーで一気に炙っても水はなかなか沸騰しません、うん、時間をかけないと沸騰はしないのです、うんうん、
また沸いたお湯は時間をかけて冷めていきます、うん、セックスに関して女性から不満が聞こえてきます。それは男性がこの火と水の基準基本理念を無視しているからです。うん、皆さんが普通だと思っているセックスは、これもちょっと難しいで、例えばお箸のこの入れる袋があるじゃん、うん、あれに火をつけて夜間を沸かそうとしてるようなもんですみたいな、あーはーはーはー、水が沸騰する前にもう火は燃えつけてしまう、うん、で水のせいのあなたはまだぬるま湯の状態です、うん、火のせいである男性は自分の性質のみと従って行動すると、うん、このような、短い間にもう、短絡的なセックスになってしまうのです、うん、女性が満足のエクセックスをするためにはあなたは沸騰しなくてはいけません、うん、そのためには男性は女性が沸騰するまで火が燃え尽きないようにしなくてはいけないのです、うん、男性はなかなか女性のその水の性の性質が理解できません、うん、ついつい自分の基準でセックスに挑んでしまうのです。それは男性の無知によるものです、うん、ですから女性は自らの性質が水の性であることを男性に、ちょっと待ってください、今ちょっと、その沸騰するまでのあれがスローセックスっていうことなんでしょうね。ちょっと、ね、今飛んだ、飛んじゃったね。必死必死、今リキさん必死、でもね、どこまでって今しかし女性でもあのアダムタイムガーシュマってちょっと聞いてる人増えてるんだよね。ね、どこまでだったら今急に飛んじゃうんだよこれ、しかし女性水の性水、うん、こっちからでいいんじゃないですか。しかし女性は、水の性の性別の性質を発揮してしまいます。あ、こっちか、興奮するまで時間かかることを伝えていただきたいのです、うん、しかし女性は水の性の別な性質を発揮してしまいます、うん、水は容器によっていろんな形に変えることのできる性質があります、うんうん、つまりそれは女性は男性に合わせてしまう要素を持っているということです、うん、女性のその要素がアダになってしまい男性の一方的なセックスを受け入れてしまいまた許してしまうのです、うん、もう自分を相手に合わせることはやめましょう。皆さんが満たされたセックスをするために十分な愛撫が必要であることを自ら理解し男性にそのことを伝える努力をしてほしいと思うのです。アダムとこれそのまんまだね。うん、確かにわかる。でも水のせいと火のせい、ね、これすごい例えだよね。わかりやすいね。うん、高松真理さん、講演ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ね、そうか、先週お見舞い行ってたんですね。病院とかね、お見舞い行ってたんですね、はい、今日はね、ありがとうございます。あ、ね、面白いな、うまいな。せっかくだから、まだ行っちゃう。もうこれ行くしかないでしょ、ね、だってこの後からもう何の話題行くわけ。あ、いや、いろいろあるんだよ。あ、そういうこと。じゃあ、あの CM までもう一発行きましょうね、うん、タイトル題目ね、女性はあなたからの、はい、告白を待っています、うん、私の愛読書の一つに漫画島耕作があります。ほう、島耕作の若かりしい日を描いたヤング島耕作に次のエピソードが描かれています、うんうん、島が初芝電機産業に入社してしたての頃、うん、本社に超美人の受付嬢がいました、うん、あまりに美しすぎて誰も手が出ません、うん、その美人の彼女は実は島に恋心を寄せていました、はあ、また島も彼女に恋心を持っていたのです、うん、そのことを知った同僚の女子社員は恋のキューピッドになるべく
柵を巡らし、うん、島と受付嬢を引き合わせようとします、うん、しかし島はまさかあんな美人が自分なんか相手にするわけがない、うん、きっとからかわれているんだと思い込み、うん、待ち合わせ場所に行かなかったのです、うん、恋破れた受付嬢は結局、うん、平凡な男と結婚することになります、うん、男というものは案外美人に対して弱いものです、うん、なんだか、うん、まあなんていうの、警戒しちゃうんだよね、うん、美人すぎてね、うん、で、自信がないのです、うん、若い頃の島耕作も私もあなたも同様です。しかし女性とは男性の何倍も自分から告白できない、受け身のせいなのです。たとえ本命の男性ではなくても男性に口説かれたら、うん、純粋に嬉しい気持ちになるものが女性という生き物の本質なのです、うん、そうなんだ。まあ嬉しいのは嬉しいよ。え、うん、じゃあ俺行ってみようかな。おった？嬉しいのは嬉しいよね。だってリクさんでもそうじゃない、うん、嬉しいのは嬉しいでしょ。続き読みます、うん、女が強くなったと言われようが、うん、時代が変われども、うん、女性の本質は変わりません、うん、女性にアプローチするのも愛を告白するのも、うん、男の役目であることを知っておいてください、うん、それが男の責任なのです、うんうん、女性からのアプローチを待つことなんて男の恥です、うん、それではいつまでたっても男女の化学反応は起きません、うん、若かりし日の島耕作と同じ失敗をしないためにも好きな女性ができたら男である自分からアタックしてください。高見の花であっても頭から諦めないで自分からぶつかっていきましょう。あなたの男としての勇気と行動が、うん、その後のあなたの人生を変えていくのです、うんうんうん、頭とくと、これキャン君に聞かせたいね。ね、聞いてるはず今あの辺で多分聞いてるかな、うん、キャン君。いやキャン君はね、なんだかんだ今日さっき聞いてたじゃないですか、今日アダムタイムですかって。あ、多分聞いてるよこっそり、ま、待ってたらダメだよね、うん、本当に聞いてるかなキャン君。はい、ということで一応ねもうちょっと時間過ぎましたんで、あの一旦 CM ね、はい、いきます。ちょっとね、久しぶりのアダムタイムだから聞いてた、聞いてる、あっちから覗いてるじゃん、聞いてたね、いけよいけよ、待つなよ聞いてたよ、こっそり。もう今なんか親みたいな感じになってるね、高松真理さん、もうこのキャン君はね、うん、あのチェリーボーイらしいよ、まだ。そうそう、キャン君見たことあるかな、みんな、ないか、うん、もうイケメンでね、ハンサムボーイなのね、おしゃれさんだし、うん、おしゃれだしね、うん、まさかこの年で30いくつでチェリーボーイって、まあある意味貴重かもしれないね、うん、あ、高松マリーさん、あるよ、ある、あ、見たことあるってことだ、あ、あるんだ、そうそうそう、どうですかね、どうですかねさ進めてもね、今高松マリーさんに進めてもね何じゃそれねえ、でもね、沖縄よく来るっていうし、ねえ、うん、早くあのビアガーデン行きたよね。そうですね、本当に、うん、もうだって9月だよ、だからさ、うん、あ、そろそろあれ、ね、雨降ってる。え、あ、本当だ、今日変な天気ですよね。あ、なんで天気いいのに雨降ってんだよ。うんうん、今見たら結構バーッと雨降ってる。高松マリーさんのところは天気どうですかね。うん、やっぱり暑いかな。沖縄は最近ね、最高気温が28度くるとかね、うん、だってクーラーつけたらちょっと寒いもん、肌寒い。朝、今日の朝は26度だったね、うんうん、涼しいと思った、うん、うん、確かに、布団かぶっちゃったからね。いや、布団が降っちゃった、何布団かぶっちゃった、あ、布団かぶっちゃった、そうそうそう、布団買った、なんかびっくりした、布団が吹っ飛んじゃったってよ出た、親父ギャグ、このなんか昭和のギャグ言ってるのかなまさか、それはない、大丈夫、まだそこまで行ってない、びっくりしたうん、うん、そうね、涼しくなってきた、もう秋めいてきた、うん、あ、そういえば結構あのトンボがたくさん飛んでたね、そうそうそう、目いっぱい見たね、うん、あれって秋の、何匹か自分引いちゃって、
よく車で引かない、うん、最近ゴーパチでもいっぱい飛んでるから。うん、こんなひどいことするの。違う違う、向かってくんだもん。こっち引きたくて引いてるんじゃないんだけどさ。はい、マイク上げます。はい、どうも、はい、ね、6時34分を回ったとこですけど、うん、レッツ深呼吸ね、お聞きの皆さん深呼吸してますか ね本当にね、僕らのこの放送時間帯っていうのは一番沖縄で車の渋滞が激しい時間帯でね、うん、あのゲストの皆さんもよく遅刻するんですよ、うん、まあ一応自分も笑えないですけどね、チーカーもねよく遅刻して、うん、あのそうですね、読めないんだよねこの時間のね、うん、移動時間っていうのね、そうそうそう、あと職場からのここまでの道のりかもかなり混むんで、うん、イライラせずにね、はい、あの深呼吸をして落ち着きましょう、うん、本当に違うからね深呼吸一つで、はい、うん、じゃあね深呼吸して、うん、あのちょっとエロい話をねもう一発いきましょう、はい、アダムタイム、はい、はい、題目がね、うん、男のフェロモンを出す秘訣、男のフェロモンを出す秘訣、フェロモンを出す秘訣、男の男の、うんうん、それは男が自らなのか女性からなのかはこれ、ね、読んでみてからだね、はい、モテる男性はみんな女性を引きつける、うん、男としての魅力を持ってます、うんうん、ルックスや社会的地位や財力や男の魅力に財力は男の魅力に違いありません。しかし私が最も強力な男の魅力と確信するのが男の色気です。うーん、本当にモテる男性は女性が抱かれてみたいと思わせてしまうセクシーなフェロモンを全身から発揮しています。うん、ジローラモみたいな人かな。そうかな。実はそのフェロモンの正体こそが男の色気なのです、うん、ところで女性は男性よりもスケベだということをご存知ですか。マジ？でもこれはよく言うよね。だよね、うん、なんで今の。一度セックスの喜びを知ってしまうと、うん、女性は性欲に対して貧欲で、うん、快感への飽きなく欲望を男性の欲望は男性の非ではありません、うん、すごいね。ただ口に出さないだけで、うんうん、あ、女性がってこと、うん、女性は男性と同じように、いえ男性以上にセックスが好きなのです。うーん、ですからセクシーなフェロモンを発揮している男性の前では、うん、顔では平静を装っておいても、うん、心はメロメロ、体はトロトロ、うんになってしまうんです。どんな表現になる。本当にね、プラスの男性とマイナスの女性の間に発生する最大の引力が性的な魅力です、うん、要するに性的な魅力という要素が足りなければどんなイケメンも本当の意味で異性を引きつけることはできないということです、うん、では性的魅力をアップさせるためにはどうすればいいのでしょうか、うん、これは男性が、うん、うんうん、それはスケベであることです。待って待って、ちょっと待って。何やこれ、うん、そのままやん。スケベであればフェロモンが出るってことだ、うん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 、女性に関心がないセックスが好きではないという状態では性的なフェロモンを発揮することはできません、うん、それはそうやな、うん、ですからあなたが健康な肉食男子であれば、うん、もうすでにスタートラインに立っているのです。ただそれだけだと単なるスケベのレベルです、うん、単なるスケベっても嫌だよ、うん、女性に抱かれたいと思われるにはただのスケベから脱皮して色気のある男性に昇級しなければなりません、うんうん、おっぱいやお尻ばかりに目を奪われるのではなく、うん、女性のすべてを愛し尽くすという意識が、うん、あなたをスケベからセクシーに変えてくれるのです。あ、でもこれ分かるような気がする。お、これはなかなかね、うん、これは分かる気がする。いいね、おっぱいとかお尻とかね、うん、あそことかっていうあれだけではなくて、うん、女性のすべてを愛し尽くすという意識がそのレベルを上げるんだね、セクシーに変えていくんだね、うん、ただのスケベからセクシーに変わるってその要素なんだ、うん、なるほど。
まずこれが第一歩、うん、そして何より大切なのがセックスが上手な男になることです。うん、なるほどね、うんうん、聞きに来たよ、うん、キャン君ここにいないでちゃんと聞いてきてちゃんと聞いておいて、話聞いてる、うん、男性の皆さんに、あなたはセックスに自信がありますかと質問すると、イエスと答えられる男性はわずかです。ほとんどの男性は多かれ少なかれセックスにコンプレックスを持っています、ポイントは自信です、女性を引きつける性的魅力はセックスに対する自信によるものです。女性を愛する能力に自信があれば、その自信はフェロモンとなって女性を引きつけるのです、結論として女性を引きつける魅力的な男性になるためにはセックスの能力に磨いて自信を持つことが最低の必要な条件なのです、アダム・トクナガ。なるほど、なるほどね、まあこれは分かる気がする。確かに、やっぱり自信に満ち溢れてて、もう女性をの全てを愛するっていうこのね、やっぱりジローラモじゃん。え、そうなんかあいつしか浮かんでこないんだけど。そうでもないな。そうでもない、まあ人によってね、多分身近な あの人だなっていうの浮かんでると思う。そうそうそう、チーカーも浮かんでるんじゃない。うん、やっぱりそういう人って、なんだろうな、ちゃんと丸ごとなんでこんなに分かってくれるの、こっちが何も言わなくても、え、なんでそんなに分かってくれてんのっていう部分がとってもセクシーに感じたりとか、だから要はまあ女の人に慣れてんのか何なのか分かんないけど、もう本当に考えてくれてるっていうのが出てるんですよね。何も言わないけど、こっちは何も言わないけど、ここまで読んで、そうそうそう、なんかいつも気づいて察してくれてるっていう、なんかそういうところにセクシーさ感じるんですよね、自分は。ジローラモって沖縄に IG いる、いるとかいないとか、あの人ってあちこちに IG いるんじゃない、多分沖縄だけに限らずね。そうなの、なんかそんな感じじゃん。へぇ、ちゃちゃちゃ、え、そうそう、なんて今日その気に、ジローラモがプロデュースしたのか、彼の店なのか、オープンしてよ最近。あ、そうなの、沖縄に、山に。おっと、これは高松マリーさんが言ってるこの本当かもしれないよ。あの本当にね、すごい素敵な場所、あのオレンジブー、はいはいはい、あれの隣かその隣ぐらい、へえ、行ってたもん、この店員がジローラモさんのどうのこうのって。あの、そうなんだ、オープンにあの花輪もあのなんかジローラモになんか届いてたよね。あ、それそれって、あ、あ、やっぱそうなんだ、さすがだな、高松マリーさん。そのテラス席もあって、結構あのなんていうかな、スパニッシュ系なのかな、そんな感じのお店なんだよ。いい感じの店だよ。へえ、これじゃあちょっとね、今度行ってみないといけないですね。なんかバーベキューとかスペアリブとかうまそうな感じ。へえ、あ、行きましょう行きましょう。シャンパンとかね、ワインとか飲みながら、今度行こうね。いいですね。もうね、時間もね差し迫ってますけど。でもさ、リキさん本当に、あのアダムタイムやり始めて、聞いてる人増えてる。ね、もうみんな好きだな。せっかくだからね、もう一発行きましょう。はい。あなたのセックスは幼稚園レベル、え、みたいな俺かよみたいな、スローセックス実践入門で一般男性のセックスは幼稚園レベルであると書きました。案の定多くの男性からお叱りの言葉を頂戴いたしました。しかし一方でよくぞ言ってくれたと多くの女性からまあね、その通りだっていう声もねいただいたそうです、ここでいう幼稚レベルとは単にテクニックのスキル不足を示すものではありません、私が幼稚レベルと断言するのは世の男性のセックスに対する愛の意識が不足しているからです、そのようなことを言うとそんなことはない、私は女性を愛していると反応するかもしれません、しかしそれが事実ならあまりにも多くの女性がセックスで不満を持つのことの理由が説明できません、女性は男性よりもはるかに愛に敏感な生き物です。女性はセックスに対して快感
もうさることながら何よりもまず愛を求めるのです。男性が本当に女性を愛していれば、つまりベッドの上で女性を愛することが正しく実践されていれば、そんなにも多く日本女性の口から不満の声が噴出することはないのです。口では愛していると言いますが、多くの男性がセックスで最優先しているのは自分の欲求の処理 なのではないのでしょうか。言っちゃったね、一番の目的は自分の性欲を満たすこと、男性の皆さんは女性の性感帯であるね、乳首や、クリトリス何今更恥ずかしがってるの乳首やクリトリスを適当に刺激してペニスを挿入すれば女性は感じるものと思っているところがあります。それは大いなる誤解です。そのような安易な気持ちでセックスをするから女性は本音の部分で不満を感じてきたのです。セックスの本質はセックスを通して男女が愛し合うことです。どうすれば彼女を喜ばすことができるか、そのことの意識を最優先してください。その意識で彼女とセックスをしたとき、女性は愛を感じるのです。そして性感脳が開かれ、快感を感じる体が準備されるのです。アダムとクノが、奥深いね。深いっすね。高松マリさん、それそれって。じゃあじゃあこれさっきのだから。高松マリさんがこの話に乗ってこないと思う、多分ね。これさっきのね。あ、それさっきのあれか。それそれってもうなんかね、思い切ってなんか言ってる感じしたけど。なんか深いな。最近いいのいっぱいあるね。時間がないな。見て、リキさん、本当に人増えてるよ。夏の甲子園。男は女性を女神にして成功する。まあ似たようなのね、最近いろいろね、今までもあったけど、ちょっと甲子園のなんかあれを、じゃあこれ言ってみましょうか。夏の甲子園、全国の野球児たちが熱戦を繰り返し優勝という頂点を目指します。高校時代を野球に没頭し勝利を目指して苦しいトレーニングに耐えて頑張る姿は美しいものです。生命の輝きを感じます。勝っても負けてもそこにはドラマがあります。その経験が彼らの人生の種となるのです。ところで高校野球は同等のパワーと能力のチームが激突します。同じ投手力と打撃力のチームがいたとします。勝敗を分ける最後のポイントは何だと思いますか。勝利への執念でしょうか。お互いに勝ちたいという思いは一緒です。私は勝敗の分岐点は天の運だと思ってます。天の運があるチームが勝利すると思うのです。では天の運はどこで決まるのでしょうか。それはチームの一体化です。監督と選手が一丸となって一体化した方に天運が持たされるのです。一体化したところに天運が働くのは実は宇宙の法則なのです。なぜなら神様が一体化した存在だからです。分裂したところに天運が降りるとは到底考えられません。さて本題はこれからです。男女の中の悪いカップルと男女の中の良いカップルとどちらに天運が持たされるでしょうか。反映するのはどちらでしょうか。陰と陽が一体化した存在が神様です。ならば陰と陽の象徴である男女が一体化したところに天の法則が働くのです。時代は進化して変化しています。これからの時代は仲のいいカップルに天運が持たされるのだと思うのです。そして女性が、これは、まあ女性が苦労して大切に愛した男性に天運が持たされます。女性を愛し女神にした
男性が天の恵みに恵まれるのだと思うのです、うん、志と夢を持っている男性の皆さん、ビジネスの成功を願っている男性の皆さん、うん、出世を目指している男性に皆ぜひパートナーの女性を愛してください、うん、女性は愛されると女神になるのです、うんうん、女性は天運をもたらす存在なのですから、うん、ところで私は男は女を知らないっていうあの講談社のね、うん、新書を執筆しました、うん、帯のコピーには、うん、男は女を女神にするために生まれてきた、うん、と書かれてます、うん、男性が女性を女神にする秘訣が記されています。うーん、ぜひ手に取ってお読みください。これは何ていう本でした？題目がね、男は女を知らない。はい、メモってね、キャン君メモってよ。これにはこの帯には男は女を女神にするために生まれてきたっていうね。うん、でもこれはね、そうだと思う。よく言うじゃん、ね、OK、メモったらメモったら、よく言うじゃん、あの揚げまん下げまんって、うん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 、だからこれはだから女性からだけの、うん、そう揚げまん下げまんじゃないと思うんだよね。確かに揚げまんにするのも下げまんにするのも、うんうん、男性次第ってことだよね、これね。そうだよ、うん、男性がこう女性を女神にするわけだから、うんうんうん、一緒だよねこれ、うん、同じこと言ってるね。そう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 、なるほど。でもそうだよ本当にね、うん、女性はもう愛されてると思ったらね、もう尽くしますからね。また、うん、俺って大丈夫かな、このアダムタイムをね、うん、こうずっとやってんじゃん、うんうん、俺ってすごいからって思って勘違いしてない？大丈夫大丈夫、それね、それはないよ、それはない、大丈夫。実践とは違うんだよね多分ね、うんうん、あ、でも全く知らない人よりは知ってると思うんだよ、もうやってきてるから。あ、はあはあ、こうすればいいんだなっていうのね、うんうん、これ今高松マリーさんにあのアピールしてるんだよ。違う俺ちょっとね自分でハードル上げてるような気がして大丈夫大丈夫、うんうん、ね、大丈夫かな、うん、みんなで勉強しましょうっていう回なので、これは回なの、回なのこれ、え、ラジオ番組じゃないの？あ、そっかそっか、ごめん、キャン君がいてから回なのかな、レッツ深呼吸回なのかな、あ、アダム徳永回まあね、たまにはねこういう話題もありますよっていうことで、ね、はい、今日はゲストがいなかったので。いいですね、はい、まあ、高校野球のね話題もちょっと出ましたけどね、うんうんうん、金足農業だった、うんうんうん、すっごい話題じゃん今。そうですね、だって先々週だった、うん、この甲子園終わったのが、うん、ただ番組の日だったよね、はい、今日はあの大阪桐蔭が勝ちましたってね、うん、13対2で勝ちましたってやって、うん、でそれから2週間経ってんだけど、うん、ワイドショーとかいろんな話題は金足農業の、ね、そうなんですよね。だって大阪桐蔭はって、そうそう、新聞も1ページ目がそこで、うん、2ページ目が大阪桐蔭、うん、だったって聞きました。あのね、多分ね、大阪桐蔭の、選手とかさ、うん、あの親御さんとか関係者の人はみんな怒ってるだろう、うんうん、そうだよね、あれっていう、ね、優勝したの俺らだよみたいななんで ね、あのワイドショーとかみんな金足農業した、ね、あのピッチャー、うん、イケメンだけどさ、うん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 、捉えてるみたいなね、うん、あるよね、ある。でもあの人もね、イケメンなのに、うん、なんか なんだった、試合の前は小豚なんか磨いてきたんだったっけ。小豚、うん、なんか家かなんか農業かなんかなんですよね。なんかこの試合前に小豚ちゃんをちょっと、またそれもね、モテる要素があるね。そう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 、もうこの辺なんですよね。あ、まあ今ね、オールジャパンみたいなのアンダー18かな、うん、そのみんなその時のライバルだった、ね、人たちが大阪桐蔭も金足農業もいろんなね、活躍した選手が集まってね、うんうん、ジャパンチーム作って、うん、昨日もあの大学にね勝利したもんね。うん、楽しみだ ね、 本当ね。そうですね、本当に。うん、ああいうね年もあったんだよな俺もな。ね、まあまあまあ。ああ、高松丸さん、私は桐蔭の勝利に泣き崩れた中川キャプテンに。あ、感銘を受けた。ああ、ね、うん、あの中川キャプテンね、うん、もう過去にあのすごいあの自分で、うんうんうん、ファーストベースを踏んでなくて、うん、ね、うん、どえらい
ことしてあの負けたっていうみたいなね、うん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 、あのあれがあってキャプテンにして優勝したからもう、ね、大泣きしてみんなもが叩いてねまたね、本当に感動的だったねあれもね、うんうん、あれは鳥肌ねちょっと立ちましたね。そうそうそう、素晴らしいね高校野球ってねやっぱりね、本当にね、あ筋書きのないドラマでした。はいはい、ということで、うん、もう今日もねあっという間に、ね、番組来週になりますけど、また来週ね、はい、お会いしましょうね、来週はまたゲストさん来るかなどうかな、はい、来なかったらまたもタイムですね、はい、またね、ありがとうございます。今日も、はい、あまたちょもうちょっとある、もうちょっとあ る, もうちょっとある、あ今ちょっと電話中電話かかってきたけどこれダメでしょ、もうちょっとで終わりだから、終わりね、うん、電話今取る放送事故でしょこれ後で通知しますもうすぐちょっとねわがままプレイに入るから、はい、はい、ということで、来週はもう9月に入って、うん、あそっか、はい、9月の4日の放送日、うん、多分、台風21号が、うん、沖縄に直撃してる、時間だと思います、うん、はい、その時間にぜひね、こっからライブでまた台風をね、うん、あの中継しますので、みんな見たい？いや見たいんじゃない、見たいのか、じゃあ頑張ってくるよ、あのマイクを動かしてでも、はい、カメラを動かしてねちょっと中継したいと思いますんで、うん、来週またねお会いしましょう、うん、ありがとうございます、今日もバイバイ、バイバイ、さよなら、ね、高松マリーさんも笑ってるさあ高松マリーさん見たいって、じゃあ見せますね、頑張ってきます、うん、社長も、ね